い、どうも、のぎです。今回の大型アップデートで、フェスに関する変更が、結構ね、ガランと変わったので、今日は、フェスに関するお話をしていきたいと思います。まず、フェスの部分が、フェスマッチのレギュラー、フェスマッチのチャレンジというものに変更されました。今までフェスをやろうとして、3人しかいない時とか、2人しかいない時って、チームでフェスってできなかったんですよ。友達とフェスするには4人集めなきゃいけなかったんですよ。陰キャの俺とか友達いない子は無理じゃん。そんなそれを任天堂さんが配慮し、4人最大4人なんだけど、まあ、2人でも3人でもノラの人がね加わるようになりました。これ良かったね。これ嬉しいわ。人集まんないことね結構あるからね。これは嬉しいですね。今までフェスパワーだったものがフェスの貢献度に変わりました。フェスの貢献度に変わったら何が変わるかというと、まあ、今までね勝利ポイントだけしか貢献できなかったんですけど、フェスにね勝たなくても個人的に獲得した塗りポイントや、まあ、勝利した時にもらえる勝利ポイントを貢献度として集計するみたいで、フェスが終了した時点で貢献度の合計が大きかったチームが勝者となるみたいです。あと勝利した時に貢献度が多くもらえる10倍マッチ、100倍マッチが発生することがあるみたいです。これね、発生すると勝った時に貢献度が10倍もらえたり100倍もらえたりするみたいです。めちゃくちゃじゃない？10倍と100倍ってめちゃくちゃじゃないか。ちなみに100倍マッチに勝つことがあると、電光掲示板に、最初の広場にある電光掲示板に自分のチームが出てくるみたいです。これでみんな有名になれるぞ。フェスパワーは多くもらえないけど、貢献度では多くもらえるみたい。はい。まだまだあるんですけど、味方4人でやってる時とか、ノラの人たち入れて4人でやってる時とか、見た目の組み合わせが条件を満たしてたりすると、こういうメガネシュート愛がグループみたいな感じで、二つ名がつくみたいです。二つ名っていうのは、このメガネシューターとか、あと白 T シャツとかそういうの、じゃないかな。これもなかなか面白い。ということで、次のフェスね、すごい楽しみになりましたね。とりあえず10倍マッチと100倍マッチすごい気になるから、挑戦してみたいな。みんな10倍マッチ、100倍マッチ来たら、教えてね。もう自分もできるかな。ずっと縄張りバトルとか、フェスマッチずっとやりまくってると多分10倍マッチ100倍マッチに遭遇する可能性あるかもしれないから、ここで貢献度グーンって上げて自分の好きなチーム勝たせてあげたいな。はい、ということでフェスの情報でした。またご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。